皆さんこんばんは。今日はね、久しぶりに語りたいと思います結構ね、語ってくださいっていうね、リクエストが多いんですよ。ただね、語るとね、アンチも増えちゃうんですよね。しかもね、最近気づいたんですけどね、隠れアンチっていうのがいるんですよ。これについてはね、今ものすごく語りたいんですけど、ちょっとこれは今日はやめておきます。もうちょっと様子を見ましょうね。それでね、今日語るのはね、嫉妬心について。人間って感情の生き物じゃないですか。だから人間関係の中では必ず嫉妬心って芽生えるんですよ。友人関係でもそうだし、まあ、ご近所付き合いでもそうだしね、恋愛なんて特にそうですよね。でもね、その大事なのは、その嫉妬心が芽生えた時に、まあ、その嫉妬心を自分の中で処理しなきゃいけないですよね。感情をコントロールすると。でその時にそのベクトルをどっちに向けるかっていうことなんですよ。一番分かりやすい例で言うとね、恋愛してましたと、彼氏とか彼女が浮気しましたと、でそれがバレちゃったと、その時にどうするのっていう話ですよ。でも一番ね、ありがちなのは、まあ、相手を責めるわけですよね。でもね、これ一番愚かな方法なんですよね。なんでかっていうと、まあ、相手を浮気したわけですよ。でも浮気したっていうのは別にね、両手両足縛ってね、無理やり浮気したわけじゃないでしょ。したいからしたわけですよね。ってことは、お互いの間にその引力がない、引き合う力がないっていうことですよね。でも、まあ、自分の方にはまだ引き合う、引きたい、引き、あ、なんていうか、自分の方にはまだその引き合いたい気持ちがあるとしたら、じゃあそれはね、相手にその怒りをぶつけるんじゃなくて、それは自分に向けなきゃいけないんですね。ひょっとしたら自分に魅力がないのかなって、どこがいけないんだろう。じゃあ髪型変えてみようかなとか、服の、ね、センス、ファッションを変えてみようかなとか、香水つけてみようかなとか、話題がつまんないのかなって、じゃあ話題をね、こうなんか変えてみようかなとかね、性格をね、少しその喋り方とかね、なんか見直してみようとか、でそういう努力をしてね、もしもダメだったら、これはもうしょうがないから別れた方がいいですね。例えばね、私の友人にね、一級建築士がいるんですよね。バブルの頃にすっごい儲かってね、で毎週ゴルフ行ってんですよ。で、まあ、儲かったから、ベン使ってゴルフ行ったんですよね。彼は、私じゃないし、私ゴルフやりませんし。そしたらね、いきなり仕事が来なくなったらしいんですよ、その次の日から。要はね、そのみんながね、そのベンツ乗ってったら、まあ、あの頃ベンツのワゴンかなんかあいつ買ったのかな。そしたら、まあ、要はお前もベンツ買うくらいね、儲かってんだから、お前も仕事やんなくていいだろうって、結局嫉妬心ですよね。でしょうがないからね、やつはもうベンツ売ってクラウン乗ってましたよね、その後。でもね、私はね、こういうの大嫌いなんですよね。私だったらね、誰か自分のね、同僚とか知り合いがね、ベンツ買ったらね、うわすげえやって、まあ、ベンツあんまり私好きじゃないですけど、まあすごいや、じゃあ俺もベンツ欲しいから頑張って仕事しようって、俺も買うぞって私は思うし、そういう性格なんですよね、事実。まあ、例えばじゃあ会社の同僚がね、成績がすごく上がったと、で一番ありがちなのはね、足を引っ張る、そいつに電話かかってきてもね、わざと取り次がないとかね、そういう人結構多いんですよ。でもそんなこと私はしませんね。あいつが朝の8時に出てくるんだったら、俺は7時に出ていくよと。で、あいつは夜の8時に上がるんだったら、俺は9時まで残って仕事してやる。だからね、人をね、引きずり下ろしちゃダメなんですよね。なんでかっていうとね、一緒にズブズブ落ちていくんですね、人を引っ張る行為って、足を引っ張る行為っていうのは。だから嫉妬心が芽生えたら、その嫉妬心はね、ぜひね、自分に向けるっていうのは変な意味じゃないですよ。自分を責めるっていう意味じゃなくて、その嫉妬心をプラスの方向に向けてほしいんですよね。だから彼があんなにいいもの買ったら、じゃあ俺はもっとバイトしたり、ね、もっと稼いでいいもの買ってやるって、負けないぞ俺だって、お互いに良くなっていけるんですよね。で、人の足を引っ張る人間はね、ほっときましょう。その人間の思考レベルに合わせていると、自分もね、同じレベルになっちゃうんですね。だからそういう人はね、とにかく排除した方がいいです。
そういう人ってでも世の中に多いですよ。だからできれば自分の周りの友人とかお付き合いする人はそういう人じゃない人とぜひお付き合いしていくことをお勧めします。まあ、なかなか難しいですけどね、それを見抜くのは。で、まあ私なんかもこの年になってね、やっとそういうのが少しわかるかなっていうくらいなんでね、まあ、感情のコントロールもね、なかなか難しいですよ。自分の彼氏とか彼女が浮気してね、それをね相手にぶつけるなっていうのはなかなか難しいですけど、まあ今日はそんな話でした。またねちょっと本当はもうちょっと長く話したいんですけど、この辺にしておきます。またね後日日を改めてこの話題についてはお話したいと思います。それでは皆さん、チャオ。